ウラジオストク、ウラジオストク、ロシア語、IPA、ラテン文字表記の例、漢語、は、ロシアの極東部に位置する都市で、沿海地方、プリモールスキー地方の州都である。ウラジバストークという語、他にかな音記としては、ブラジボストーク、ブラジボストーク、ウラリボストークなどは、ブラジからなっており、ボストークは、東を意味し、ブラジは、領有、支配する。 物件を自由に使う、制御するを意味する動詞、ブラジエチから来ている。この名称は、東方を支配する町を意味するが、その通りウラジオストクは、ロシアの極東政策の拠点となる軍事、商業都市であった。これは、ロシアの古い都市、ウラジーミル、郊、大郊の名に、由来に反を取った名称であるためであり、他にも、同時期に作られたウラジカフカス。 カフカースを支配する街などがある。またしばしば、東方を支配せよ、東方の支配者、東方の覇者とも解釈される。日本語では文献により、様々な表記が見られるが、代表的なものとしては、ウラジボストーク、ウラジオストック、ウラジーボストーク、ソビエト科学アカデミーによる公式な日本語表記、などが挙げられる。上実の通り、 本来のロシア語での造語としては、ウラジオストク、ウラディボストークが正しいのであるが、かつての日本では、ウラジオストクと返され、明治時代以降、ウラジオストク、または、ウラジオストクと当て字された。通称は、ウラジオ、ウラウシオ、ウラジオと略され、気象通報でも以前は、ウラジオと呼称されていたが、現在は、ウラジオストク、ウラジオストクと呼称されている。 ウラジオストク市は、沿海地方南部のピョートル大帝湾の南にある。日本海に突き出した、ムラビオフアムールスキー半島、長さ3 0トル、幅1 2トル、ニコライムラビオフアムールに予視する南端部の北緯43度7部、統計131度51分に位置し、ロシア海軍の太平洋艦隊の基地が置かれる、軍港都市。人口は59万4701人。 2002年国勢調査。丘陵上の市街に囲まれるようにして、金閣湾が半島に切れ込んでおり、天然の良好になっている。町の中心部は金閣湾の奥にある。南には東ボスポラス海峡を挟んで軍用地や保養所などのあるルースキー島が浮かぶ。アカ亜寒帯東気象雨機構、霊体化雨機構である。降雪は、 山間部では10月末から、沿岸部では11月末から始まり、市内では降雪は少ない。冬は北風が強く、日本海を低気圧が通ると風、時には雪も強まり、天気が荒れる。井戸では札幌と同井戸に位置するが、沿岸都市でもあるにもかかわらず1月の平均気温は低く、摂氏12.6度と冬季の気温は非常に低くなっており、 これは日本で最も寒い陸別町の1月の平均気温マイナス11.4度よりも低い。平均最低気温は陸別町がマイナス20.2度と5度ほど低い。その一方で、夏季は好天の日には暑くなることがあるが、ハバルフスクなど内陸の地域史に比べると比較差はさほど大きくなく過ごしやすい。夏や秋には台風が上陸することもある。 ロシア人とウクライナ人が大多数を占めるものの、ベラルーシ人やアルメニア人などもいる。その他、近年の建設ラッシュに合わせ、北朝鮮や中央アジア各地からの労働者が、建設業などに携わっている。ロシア革命前後には、日本人が6000人ほど在住し日本人愛が、形成されていたが、2011年現在、外務省へ届け出ている、在留邦人は104人に過ぎない。 この地域は、ウラジオストック時間の標準時を使用している。時差は、アトックプラス10で、過時間はない。2011年3月までは、当時間がアトックプラス10で、夏時間がアトックプラス11であったが、同年3月からは夏時間を標準時とする形で、夏時間制が廃止された。そして2014年10月から、通年がアトックプラス10となった。 古来より、ツングース系民族が住んでいたと考えられている。2万年前に、日本から運ばれた、沖山の国曜石などが発掘されている。7世紀末から10世紀初頭は、木海国の領域であった。アルセーニエフ沿海地方州立博物館には、木海国時代の遺跡から発掘された文化財が展示されている。12世紀初頭から13世紀初頭は、 中国の北半を支配した、女真族の金、金、ピンイ印、寺ン、女真語、アンバ、アンアンクウン、SVG、アンバ、アンアンとウン王朝の支配領域であった。元の時代、現在のウラジオストクにあたる地域は英民城の意と呼ばれていた。真の時代、外満州、が、イマン州、A、アウターマンチュリアと呼ばれていた地域の中で、現在のウラジオストクにあたる地域は、 海産と呼ばれていた。外満州は、1858年の愛軍条約と1860年の北京条約によって、清からロシア帝国に割上された。ロシア帝国は1860年に北京条約によって、外満州を清から獲得し、宴会州を設置して、その南部にウラジオストクの町を建設した。ロシア人のほかドイツ人。 デンマーク人、イギリス人も都市の建設に携わった。イザベラ・ワードの朝鮮機構によれば、1860年に測量を開始、1863年に多くや松の大木を切り払い仮設小屋を建て始めた際には野生のアムールトラによる被害が出た。1878年にニコライフスクから海軍施設を移設すると人口は増加し、 1897年には、朝鮮人、中国人などの民間人を含め2万5000人規模の都市となった。1880年以降、国会沿岸オデッサとの間に、企業艦隊が定期航路を開設し、農業移民を運んだ。19世紀末、日本海を通じての太平洋への玄関口として、また北に位置するロシアが悲願とする不登校として、 極東における重要な港町に位置づけられ1878年に、ニコライエフスクから海軍が移住、ロシア帝国海軍バルト艦隊、太平洋艦隊の文献隊が置かれた。これは、後に強化されて、ウラジオストク巡洋艦隊となった。ウラジオストクには造船所やドックが建造されたが、これができるまで、ロシア極東にはまともな艦船の整備施設がなく、 日本の施設に依存していた。日露戦争時には、ウラジオストク巡洋艦隊は通商破壊に活躍し、航海海戦の後両巡艦隊の残存艦は、ウラジオストク巡洋艦隊に合流した。日露戦争後は、その後成艦船の主要なものがほとんどバルート海へ帰還し、太平洋艦隊は、シベリア小艦隊に縮小された。1905年までに、 中国両満州のハルビンを経由して、モスクワとウラジオストクをつなぎシベリア鉄道、一部、東西鉄道が建設された。1912年に日本とウラジオストク航路に接続する国際列車が新橋駅、1914年からは東京駅、金ヶ崎駅、後に鶴ヶ港駅に会場で運行されるボートレイン。ロシア革命の勃発により、 第一次世界大戦の連合国、大日本帝国、イギリス帝国、アメリカ合衆国、カナダ、フランス、イタリア王国、中華民国が干渉戦争としてシベリアへ出兵することが決まり、まず1918年夏に3万7000人の大日本帝国陸海軍が上陸。その後、その他連合国の少数の干渉軍が上陸したシベリア出兵。 しかし1918年11月に起こったドイツ革命によって第一次世界大戦は停戦したためこれによってシベリア出兵の目的を喪失した他の連合国軍は1920年に相次いで撤兵したがその後も日本軍だけは事後処理のため駐留を続行し日本出兵部隊の本部は現在の沿海地方内無局ビル内に駐屯していたそして ウラジオストクからバイカルコに近いイルクーツクイ島の渋谷を1918の1922年にわたって占領した。日本は当初のウラジオトクより先に進軍しないという規約を無視し、ボリシェビキが組織した赤軍や労働者、農民によるパルチザンとの戦闘を繰り返しながら、北からふと縁海衆や満州を鉄道沿いにバイカルコ東部まで進行し、最終的に バイカル湖西部のイルクーツクにまで占領地を拡大した。ウラジオストクには1920年の1922年の間、極東共和国の支配下にあり、各地から白系ロシア人が押し寄せたため、市の人口は9万7千人から41万人までに増加した。1922年10月25日、最後の日本軍部隊が撤収し、ウラジオストクは 赤軍の支配下に入った。地の人口は10万8000人にまで減少した。1935年、それまであった小規模な艦隊を拡張する形で、ウラジオストクを本部とするソビエト連邦海軍、太平洋艦隊が創設された。ソビエト連邦時代の1938年には、沿海州を改組した沿海地方の州都となるとともに、 軍港として重視されるようになった。その後、第二次世界大戦、太平洋戦争、大祖国戦争の時代を過ぎて冷戦に入った後には、以上のような国際都市という性格から、表返することとなる。1958年からソ連の崩壊する1991年まで、ごく一部を除いて、外国人の居住とソ連国民を含む、 市外居住者の立ち入りが禁止された閉鎖都市だった。この間、東の名穂とかが外国貿易機構の機能を代行していた。ソ連崩壊後は閉鎖都市指定が解除された。民間旅客航空会社のウラジオストク航空が誕生し、日本の新潟空港、富山空港、関西国際空港、北九州空港、成田国際空港との間に、 定期便が就航していたが、サハリン航空と合併して、オーロラとなった。2017年10月現在、ウラジオストックから日本への直行便は、週10便ある。オーロラの成田ウラジオストック便が、週3便、S7 航空の成田便が週4便、新千歳空港便が、週3便である。2012年9月には、ルースキー島で、ロシアーペックが開催され、 首脳会議の会場となった。APEC 終了後に極東連邦大学がその会場の建物に移転した。ロシア政府は APEC 開催に備える形でルースキー島連絡橋の建設やウラジオストク国際空港の改修を行うなど、ウラジオストクに対して総額約6000億ルーブル、1兆6500億円の莫大なインダストラクチャー投資を実施した。ルスキー島は リゾート地下を目的として大規模な開発が進められており、リゾートホテルやカジノができている。2017年8月より、無料の電子座礁での訪問が可能となり、日本航空が2020年3月29日より、成田空港から毎日一往復を就航するなど、日本人観光客が増加傾向にある。主な産業は造船業と漁業。 軍港関連産業である。ソ連崩壊後は日本などからの中古車輸入が盛んとなり極東における一大市場となっている。経済的にはインフラ整備の遅れが問題になっていたが、2012年の APEC 開催が決まったことで大規模な公共事業が実施され、急速に整備が進んだ。現在は自動車産業を積極的に誘致している。2009年12月に、 ソラーズがロシア極東地区発の自動車工場として創業を開始したほか、マツダやトヨタ自動車など外資系メーカーの進出も進んでいる。また、ガスプロムと日系企業による LNG 生産プラントの建設が計画されている。ロシア極東部への外国投資を促すのが、主目的の国際会議、東方経済フォーラムが2015年から毎年9月に、 ウラジオストクで開かれている。市外への主要道路には、北方面に M60 幹線道路、ウラジオストクハワロフスク、別名、ウスリー幹線道路の起点になっていて、この道路は、シベリア横断道路、ノボシビルスクなどを経ても、スワト・サンクト・ペテルブルクへの最東端になっている。また、東方面に、ナホトカへの道路、南方面へハサンへの道路、 さらに北朝鮮の国境を経て、清津へもある。ウラジオストク国際空港が、市の中心部から北に 50km ほどのアルチョーム、市にあり、ロシア国内主要都市と、日本、韓国、ソウル、富山、テグ、中国、北京、天津、上海、香港など、北朝鮮、台湾、タイ、バンコクに就航している。韓国へは、LCC も就航している。 航空便は2008年頃には日本との直行便は最大で4都市、新潟、富山、北九州、週10便前後も運航していたが、2011年には1都市、東京、成田、週2便へまでに減少してしまった。その後は2012年の APEC 開催を契機に成田空港との間に S7 航空の直行便が就航。2017年春からは、 東京、成田は、オーロラ航空も参入して毎日一往復と観光ビザ緩和で、かつての賑わいを取り戻すようになった。2018年5月25日より再開した、新潟へは夏季のみぬ期間就航となってい、2018年12月から、ウラル航空により、新千歳空港にも就航を開始。二千十九年夏からは、季節限定便として、s 七航空が、 関西空港へ週2便運航。また、日本航空が2020年3月29日より、成田から毎日一往復を就航することを決定している。軍港で有名なウラジオストク港は、商港としても重要であり、各地への航路が開かれている。現在は、韓国資本の DBS クルーズフェリーが、韓国東海市経由で、 鳥取県境港の間にフェリーを月に2回から5回運行している。勝手は日本への定期旅客船として、富山県高岡市の伏木港との間に粒子号が就航していたが、2009年12月で運行を休止した。ウラジオストクにある大学は、など、ウラジオストクと日本の関係は、ウラジオストク創設の1860年以降に始まる。 まず1871年に、ウラジオストク・長崎間に、電信線が開通した。1890年代の初めには、長崎港ウラジオストク航路に加え、神戸港からの定期航路が開設した。1902年には、鶴ヶ港とウラジオストクとの間に、定期船が開かれた。その年、ロシア文学に傾倒していた、双葉帝氏名は、ウラジオストクに3週間滞在した後に、 モスクワへ向かった。12月時点でのウラジオストク在住日本人の数は2996人を達成していた。やがて町の中心部、北京スカヤ通り、コソイ通り、スイフンスカヤ通り、フォンタンナヤ通りに日本人街ができて、商業活動が活発に行われ機能していた。後に、創日の元となった鈴木商店が1877年。 岩井商店は1896年に、ウラジオストクに支店を出した。1886年に、西本願寺は、ウラジオストクで、初めての海外布教所として、ウラウシオ本願寺を開設し1937年間、存在した。1894年には、ウラウシオ本願寺の一室に、日本人学校が開設されたが1913年に、 フォンタンナヤ通りの建物に移転し1931年まで継続した。1907年には長崎県の18銀行が支店として松田銀行部を開設。ウラジオストクに持ち込まれる商品の13%が日本からのもので日本人が経営する商店の数も54店までになっていた。店舗としては第一ギルドに所属していた杉浦商店。 日本郵船会社、日本九州茶業、株式会社、徳永商店といった商社、また長崎、愛知、茨城、新潟、滋賀の各県出身の持ち主が第二急商店を経営していた。1912年には、ウラジオストク航路に接続する国際列車が、新橋駅、1914年からは、東京駅と金ヶ崎駅、1919年、鶴ヶ港駅と、 海場との間にボートトレインが運行を開始した。当時日本からヨーロッパ方面へ行く最短ルートとして外交官や留学生などの多くがウラジオストク駅からシベリア鉄道を利用した。ヨサノアキコは夫のヨサノテッカンがパリに滞在している時にパリへ行くために1912年5月にウラジオストク駅からシベリア鉄道に乗車した。 極東連邦大学東洋学院の敷地内には、与佐野秋子の詩文が書かれた石碑があり、パリの君へ会いに行くと刻まれている。1915年には当時カチューシャの歌で一世を風靡した女優の松井スマ子と愛人関係にあった演出家、島村宝月は、ウラジオストクを訪れ、ロシアの劇団との合同公演をプーシキン劇場で行い、大好評を博した。 1917年のロシア革命後にソビエト連邦による共産主義体制が成立したもののウラジオストクなどのロシア極東にはすぐには統治が及ばずそこへ日本を中心とした列強国による干渉戦争シベリ出兵により日本からの軍艦がウラジオストク港へ到着し延べ7万3000人の日本軍が上陸しウラジオストクから バイカルコに近いイルクーツクイ島のシベリアを1918の1922年にわたって占領しが軍事衝突もあったので日本出兵部隊の本部が現在の沿海地方内務局ビル内に駐屯していたその中留する日本軍人に対しウラジオストク在住の日本人が商売を行ったまたロシア革命により多くの白系ロシア人が ウラジオストク港から船で日本へ亡命してきた。1917年12月には日本語による新聞ウラジオ日報が創刊。1918年には横浜商金銀行のウラジオ支店やホリエ商店、杉浦商店などの商社、生米業のセオ商店、雑貨商の太田商店などが営業していた。1920年頃、大正9から10年頃には6000人近くの 日本人が暮らし、日本人による商店や企業が多数進出していたが、やがて、ソ連参加の極東共和国のパルチザンによる抵抗が強まり、1922年10月にウラジオストックが陥落し、日本軍は撤兵を余儀なくされ、共産主義政権の統治が強化されるにつれ、日本人のほとんどが帰国の途についた。また、第二次世界大戦後には、 ナベレジナヤ通りのロタンダヤディナモ競技場は日本人の捕虜兵士によって1945から1950年代にかけて建設された。しかしその後の東西冷戦期のウラジオストクは前述のように高度な軍事機密に関わる軍港として閉鎖都市となり、日露、日ソ間の航路もなほトかに移動され、他のすべての外国人と同様日本人にとって ウラジオストクを訪れることができない状態がソ連崩壊後まで続いた。1909年から1922年、1925年から1946年、及び1993年以降、在ウラジオストク日本国総領事館が設置されている不在機関の校舎は東西冷戦期である。現在のウラジオストク市内では日本から輸入したミニハンドルの中古車が数多く、 走っており、その比率はおよそ9割以上である。また一時期には、およそ10万人が車輸入販売、修理、洗車などの中古車関連ビジネスに従事した。2009年1月より、ロシア政府が自国自動車産業の保護を目的とし、輸入車の関税を大幅に引き上げたため、地元では大きな影響が出ている。日本との地理的な近さ、東京からは、 ソウルよりも近いなどから日本語教育が非常に盛んであり、市内の各大学や高校などでは日本語教育が行われている。また、同時にロシア語を学ぶ日本人留学生も少なくない。2017年8月8日より、ウラジオスト区域内では電子ビザでの滞在が可能となり、都交日の4日前にネット上で申請することで無料でビザ取得可能となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。